カラフト一薬草は、ツツジカ一薬草属の常緑の多年草。旧分類の一薬草科は、新しいエペジー植物分類体系では、蚊全体が、ツツジカ一薬草赤に含められている。細い根茎が地下を横に這う。葉は、根なし。長さ1.5から3.5センチメートルになる狭い翼がある傭兵があり、傭身は広大型で、 長さ2.5から4センチメートル、幅2から3センチメートルで、先端は円形、または、やや短く尖った生倉型になり、円には目立たない、小さな巨子がある。葉質は厚い。花器は7から8月。葉の間から高さ10から2 0トルになる、花形を伸ばし、相乗果樹をつけ、10から20個の花が下向きにつく。花形に1から2個の、 小さな非神経の鱗肩葉をつける。学片は、基部が膨着して5列し、列片は乱形、または三角状乱形で、先端は尖り、長さは約2ミリメートルになる。果敢はわずかに赤みを帯びた白色で、計8から9ミリメートルになり、花弁は5個あるがあまり開かない。湯水は10個あり、約は長さ約2ミリメートルになり、花中の周囲を取り囲む。 火中は湾曲せずまっすぐに伸び、花時の長さは2から3ミリメートルに、火事には長さ3から5ミリメートルなり中東は小さく5列する。果実は計6から7ミリメートルの果てになる。日本では北海道、本州の東北地方に分布し、阿光山帯から鉱山帯の岩公欄などの常緑小低木がマット状になった場所、草地、砂礫地などに生育する。 国外では、千島列島、サハリン、カムチャツカ半島に分布する。種商名フォリアー,アーナは、パリ外国選挙会のフランス人選挙士で、植物採集家のホーリー神父への懸名である。学名は、カラフトで採集された標本をもとに記載された。ありがとうございます。